はい、それではお待たせいたしました、ただいまよりですね、兄弟合唱団同窓会の方々の美しい歌声に皆様方をご案内したいと思います。創立してから今日まで84年という長い歴史がある、同窓会で、その間に培われた美しい歌声はこれから皆様方の心に必ずやお届けするものとなると思います。先ほどの交響楽団の方々に比べると若干年齢層はちょっと上がってますけれども、そこらはやっぱりいぶし銀のような声で皆様方を心のいざないの方に、届けてあげたいといただけると思っております。それでは磯吹様よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今非常に温かいご挨拶いただきました。私の方は兄弟合唱団のですね、同窓会のメンバーでございます。で、兄弟合唱団というのは非常に長い歴史がありまして、今87年というようなことで、3年後には、記念すべき90年を迎えるということで、でこの中にはですね、非常に多くの方々をやっぱ輩出してきたということでありますが、特に音楽的にはですね、多田武彦という男性合唱を中心としてですね、多くの合唱曲を作曲された大先輩がおられます。で今日は最初にですね、男性の楽歌、それから多田さんのですね、柳川風俗詩という曲集の中から梅雨の晴れ間という曲を2曲歌わせていただきます。で前者についてはですね、多田さんが編曲したものであり、で後者についてはですね、そのご本人が作曲した、非常に若かりし頃、まだ学生をちょっと卒業されたとは思いますけども、それぐらいの時期に使われた非常にフレッシュな曲であります。それではどうぞお聴きください。最初に指揮しますのは太田茂之といいまして、先ほど年齢のことを申されましたけども、比較的若い世代でございます。どうぞよろしくお願いいたします。天井のその屋根に青い空に2個の尻尾の
足取りかのく手もかのく狐六方に浮かん花道の下Thank you.
まあ、今世なんですけれども、その前に少しだけお話ししようかなと思います。今回ですね、最後に宮古修行の歌をみんなで歌おうではないかという提案がありました。まあ、それを私どもですね、非常にこれまでない新しいその取り組みだなと思うと思いました。またそのメッセージと同時にですね、非常に画期的とも言えるような言葉がですね、まあ、現役の学生の方を中心とする実行委員会ではないかなと思うんですけども、いただいたわけです。それはこのホームカミングデーというこの催しをですね、一つの文化の発信のスタートラインといいますか、あるいはプラットフォームといいますか、そういう場として今後利用していくというか、活用していくというか、そういうことが歌われたわけです。でこのことについてはホームページで公表されてまして、それに賛同する人はどうぞご連絡をというようなことでありました。まあ、この動きは非常に私は画期的に大きな動きだと思います。今後ですね、私どもは2年ほど前からですね、このホームカミングデーに毎年参加させていただこうと思った心もですね、まさにそういったもう文化の発信というのを一つ今後考えていったらいいんじゃないかなというふうに思ったからですね。もちろん力はもう及ばないといいますか、もうまだまだ課題は山積しているといいますか、皆さんそのまだ現役の人もいますしね、それからリタイアすれば今度は加齢との戦いになるわけですよね。まあ、常にこの課題はあるわけですけれども、でもそうしたですね、ホームカミングデーの一つのスタートに一緒に立つことができるんではないかという、そういう期待をしております。これは現役の方に対するですね、我々 OB の非常に大きなその、着目点といいますか、今後どのようにこう発展していくのかということについて私どもも一緒に、共同させていただきたいなというふうに思っております。それでは3番目になりますけれども、今世のステージということで2曲歌わせていただきますが、最初の曲はですね、曲目を明かさないで聴いていただきます。これは皆さんもご存知の昭和を代表する曲ですので、指揮は真飛宏さん、ピアニストは西岡仁でございます。
我々にとっても、本当に、小さい時によく聞いた歌というふうに思います。次はですね、もうちょっと昭和ではありますけれども、時代を下ったといったらいいでしょうか。今日の日はさようならという金子昭一さんという人の作詞作曲による曲、編曲した形でありますけれども、ご紹介したいと思います。もし許されるならばですね、もう一回リンゴの歌を歌って今日ちょっと華やかに終わりたいと、雰囲気的にですね、明るく終わりたいと思いますので、お許しいただけますでしょうか。
愛さず、夕べの別れ、愛しいリンゴに囁けば、言葉を出さずに小首を曲げて、明日もまたねば、夢見顔リンゴとなり、舞台展開の時間がかかりますので、お許し願えればと思います。今しばらくお待ちくださいませ。